ナマステ皆さんこんにちは、モビです。よろしくお願いします。すいません、初めて見た人ちょっと免疫がないと思うんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。今日は生理中のヨガパート2です。イエイ、やっていきたいと思うんですけれども、今日はこんなコメントをいただいて、それをもとにレッスンを作りました。ちょっと読ませてくださいね。生理中のヨガで悩みがあります。何でしょうか。はい、私は寝転んだ動きが生理中はできないんです。なぜ、はい、寝転んだ動きをするとずっと経血がお尻や背中の方に回ってしまい気持ち悪くて、ありますよね。わかります。寝転びなしでできるある程度まとまった時間のヨガ希望します。切によろしくお願いしますということで、コメントありがとうございました。任せてちょうだい、みんなまとめてなんとかピアノ。動いていきます。エクササイズ要素も入っていますので、すっきりした感覚があると思います。また寝転びなし、最後のシャバーサナではなくて瞑想で締めていきたいと思います。心もオープンにして終わった後明るく朗らかになれますよ。では始めていきましょう。みんなまとめてる。はい、では始めていきましょう。まずは両足を前に出して楽な姿勢で、両手を遠く突き、足パタパタして足の血流を良くしていきます。膝を床に向かってトントンするだけで大丈夫です。全身の血液のこう流れを良くしてあげる。はぁと肩の力抜いてリラックスしてどうぞ。動きを止めて目をつむり、この今足の余韻ですね、振動があった余韻をじーっと感じていきます。はい、目を開けていきましょう。それでは右足を立てて、両手を拳にしてふくらはぎを叩いていきます。トントンして刺激を入れてあげて、ふくらはぎをより重点的にマッサージすることで血流を良くしていきましょう。動きを止めます。では揉んでいくんですけど、これも自分の好きな気持ちがいい強さであったり、ぎゅーぎゅーってゆっくりやってもいいので、スピードもお任せします。どうかな、硬くなってる部分とか冷えを感じる部分とかありませんか。大丈夫ですか。はい、今度は両手を組みます。はい、組んだらすねのあたりですね、下のあたりに置いて、足首のあたりからキューッと内側に押して上げていきます。骨のこの際をマッサージするつもりでやってみましょう。ちょっとこう振るような感じもいいと思います。刺激を入れて、今度膝の後ろ、真後ろに親指を重ねて真上に向かってキューッと押してみます。力を抜いて、大丈夫な方足持ち上げちゃいましょう。で少し手を振って、ゴリゴリとする部分あると思うんですけど、痛い場合は置いてくださいね。無理なく優しくやっていきます。自分の体に合わせて気持ちの良い強さ、選んでいきます。大丈夫かな。ここは膝の裏のリンパ節ですね。で緩めていきましょう。両手拳で太ももの刺激です。内側トントン、はい、後ろからもお願いします。軽く刺激入れるだけで大丈夫です。最後は、はい、ではお膝外側、足の付け根、体の重みをかけていきます。鼠径部リンパ節です。足の付け根のマッサージを行うことで、さっき膝の裏もやったんですけど、リンパ節の刺激によって体、血液、体液の流れが良くなって、スムーズに出すものは出していくってことをしていきます。はい、 OK です。では足を伸ばしたら遠く手をついて目をつむってみましょう。はぁ、力を抜いて体を重たく感じていきます。目を開けていきましょう。反対いきます。左足トントン。やっぱり生理中とかね、体動かせないっていうことがストレスになったりしますよね。うつうつとしてくる、うん、でも別に制限はないと思いますので、軽い運動であったりマッサージ、太ももをここで叩いちゃいましょうか、お話が止まらないので、ちょっと太ももも後ろ側トントンって感じで叩いてあげて、そう、自分の気持ちの良い軽い運動であればぜひやっていただきたいなと思います。動きを止めます。では揉んでいきます。ふくらはぎをぎゅーぎゅーと揉んだり、少しこう振るような感じであったり、硬い場所、気持ちがいい場所、手当てをするつもりで自分の手、気を伝えていきます。
どうでしょうか。はい、で今度すね前側いきますと、両手を組んで足首キューッと内側です。目をつむってあげるとより自分を感じることができます。はーっと吐きながら刺激をしてあげて、自分に優しい気持ちを向けていきましょう。はい、では膝の後ろ親指を重ねます。真上に向かってグッと押してあげて緩めるということを繰り返す。余裕がある方は足を持ち上げ、少し左右に手を振ってみたり、膝の裏に刺激を気持ちよく入れてみます。はい、では置いていきましょう。大丈夫かな。で太もも再び、はい、後ろ側トントン、前側です。失礼いたしました。膝外側、足の付け根、体の重みをかけていきます。ちょっと自分の重みをプラスすることで、あと吐く息プラスすることでより気持ちよく刺激を入れることができます。ここも目をつむって、はー、自分を痛まるような優しい気持ちでどうぞ。はー、では足を伸ばして、ちょっと奥手を突き、ふーっと力を抜いてみます。今の心、体を感じていきましょう。少し体に触れるだけで心の状態は変わってきます。はい、目を開けましょう。ではあぐらで座っていきます。体側を伸ばしておきます。右手をついて左手を上げ、少し右側に傾くだけです。左のお尻上がらないように気をつけます。視線は下に落とすか、目をつむり今伸びている場所を感じます。指先からお尻に向かって呼吸を通すような感覚で楽に息を続けていきましょう。では左手遠く、少し肩をすくめるようにして吐いてリラックス、空気ふしゅーと抜けるようです。目をつむり今の心、体を感じていきます。反対いきましょう。左手ついて右手アップ、少し体側が伸びてくるだけで呼吸もしやすくなってきます。体側、自律神経との関わりがありますので心も穏やかになってくれますよ。はい、伸びてる伸びてる、戻っていきます。肩つくめて、はい、でリラックス、目をつむり体からいらないものが流れている喜びを感じていきましょう。では目を開けていきます。大丈夫かな。今度足の裏と裏を合わせて合席です。かかとをご自分の方に引き寄せ、両手組んで足先です。膝軽くパタパタ上下に、心を解放するつもりで足もパタパタしてね、オープンにしていく、気持ちをオープンにしてあげることでいらないものもすっきり流れてくれます。はい、動きを止めて背筋を伸ばして空を見たら、吐いて軽く前屈していきます。今窮屈に感じて前屈が辛い方はちょっと足前に出しましょう。はーっと背中、今日丸めちゃっていいですから、頭ならっと下げてリラックスします。腰、背中、お尻周り、子宮、ご自分の大事なものを抱えながら呼吸をし、お腹の動きを感じてみます。目をつむり今ここを味わうだけでどんどん気持ちがリラックスしてきます。口からハーッと吐けばさらにいらないものが流れていく、もやもやした気持ちもすべて流していきます。頭最後になるようにロールアップして、力を抜いて両膝を閉じて左右にパタパタしていきましょう。ちょっと余裕が出てきたら少しでいいので口角を上げてみます。一人なんだけどちょっと穏やかな顔、笑うというよりは穏やかな表情でやってあげると心もどんどん穏やかになっていきますね。はい、では動きを止めてまたふーっと力を抜いてみます。はい、でちょっとエクササイズのようなことをしましょう。四つん這いになります。はい、肩の下に手首、腰骨の真下に膝です。で大きく広げて、まず猫のポーズですね。吐いて背中を丸め、おへそを覗き込んでぐーっとお尻を中にしまい込む。吸って背骨をしならせるつもりで正面を見ていきます。吐いて丸めていきましょう。お腹の中、肩甲骨開く、もう一個ぎゅーっと手のひらで押して OK、 吸ってゆっくり背骨しならせていきます。これも柔軟性を感じながら、そうゆっくりでいいですよ。
硬くても大丈夫。吐いて背中を丸めていきます。ぐーっと中。猫が怒って尻尾を立てているポーズですね。吸って、今度は気持ちよく猫が背伸ばししているポーズです。骨盤前傾。はい、四つん這いに戻ります。ここで手をもう上げちゃって、膝立ちになったらバーッと空を眺めます。太陽の光を浴びるような気持ち、そのままゆっくりと手をついてズルズルズルと前。おでこつける方はつけましょう。きつい方は両肘を内側に折りたたんで手をそこにおでこ乗っけます。いける方は顎とおでこをつけて呼吸をしながら、背中のね、しなっている着心地の良い感覚を呼吸で味わっていきます。でこのポーズの背伸ばし、両手引き寄せ、そのままチャイルドポーズ、かかとの上にお尻を置き、おでこマットを、これもきつい方、2つ拳を重ねておでこです。口からはーっと吐いて、第三の目、眉間からいらないものを抜いていきます。ふう、もう一度四つん這い。はい、もう一度ね、確認、肩の下に手首、腰骨の真下に膝、大丈夫かな。じゃあ右足を上げます。かかとアップ、蹴り出してかかと、大丈夫かな。で左手遠く、指先とかかとで引っ張り合い、こう猫バランスです。体グラグラすると思います。それで合ってます。体幹真ん中を感じながら、ちょっと体を中心にまとめてください。はい、呼吸は止めない、血流を良くしてあげましょう。冷えの改善や、お尻ヒップアップです。骨盤周りの血流を良くする。ゆっくり下ろして反対いきましょう。左足アップ、かかとを蹴って、右手上げていきます。指先遠く、さあ体がぶれないように意識してあげることで、インナーマッスルが刺激されます。呼吸を止めない、指先もう一個長く引っ張り合い、こうお腹中、はい、頑張りました。ではここでハーッと吐いて、もう一度猫背中丸めます。ここで3呼吸キープ、呼吸、ハーッと吐いて、さあもう一度両手離して万歳、視線を空です。光を浴びてエネルギーたくさん取り入れてから、ゆっくり手を置いて、そのままズル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 、ハーッと口から吐いて背中を伸ばす。OK です。ロールアップで戻るので、かかとを一度置いて、背中こう丸めながら上げります。頭が最後になるように肩すくめて、はーでリラックス、目をつぶります。はい、ではあぐらで座って瞑想を行います。かかとを引き寄せて座っていきましょう。お尻もぞもぞ、両手を膝、手のひらの向き、好きな方向です。目をつぶっていきます。今ここを感じながら、ご自身をじっと味わう時間、心地がいい、幸せを感じられる時間です。自分の心、5点、そこに、まあ、消極的な観念であったり、いらないものを、まあ、入れないような気持ちで座っていく、静かでシーンとした感覚を味わってみます。つかさなあぐら瞑想です。今ここを感じることで、あなたの心が強くなり、命が正しく発揮されます。呼吸を感じ、心を味わい、優しい気持ちでご自身を満たしていきましょう。それでは両手を胸の前で合掌にしていきます。手のひらを感じてみましょう。息をしていることに気づきます。自分の体にありがとうと伝え、自分のそばにいてくれる人にありがとうを向けていきます。今ここに自分がいる喜びと、それを支えてくれている人、そして環境に感謝をし、今日も一日健やかに、朗らかに、あなたが笑って過ごしてください。
過ごせますように。本日もご一緒できたことに感謝いたします。オムシャンティナマステ、ありがとうございました。お疲れ様でした。いかがでしたか。心、体ちょっと楽になったり、ああなんか動きたくなってきたなとか、ああいたわりたいなっていう、こうそういった優しい気持ちが出てきてくれていたら嬉しいです。またお会いしましょう。素敵なリクエストありがとうございました。ではまた、バイバイ。